ヤギさんとの出会い、ヤギさんは、サバンナのヤギさんはよくご飯一緒に行ってもらうんですけど、なんかの番組のバラエティ番組でうちに来た時に、初めましてみたいなからですね。僕は例えばそういう著名人の方との、なんか知り合っても、まあ、書かないんですよね。自分のツイッターとかには、やっぱり僕ただの一般人で著名な方がいたとしたら、何かしらで迷惑になったら困るので、まあ、書かないって決めてるんですけど、相手の方が SNS に書いたのはリツイートなりなんなりしていいっていう勝手なまあ自分のルールがあって、八木さんは唯一でもないですけど、自分のツイッターに先に載せてくれたんですね。僕は何も書く前に。なので、リツイートして、ありがとうございましたみたいなのを書けるっていう関係性ですね。普通やっぱね、あんま言いたくないと思うんですよね。なんか、ハブの人とか、やっぱり、なんか、もちろん僕のフォロワーさんとか、そういう人たちは、長いこと知ってくれてる人は大丈夫な人だというか、普通の人だってなるかもしれないですけど、やっぱり、初めて知った人とか、何億みたいな、怖え怖えってなるから、やっぱイメージ的にはどうかなっていうのはあるんで、でも、八木さんは本当、全然気にせずやってくれるんで、多分、底なしにいい人なんだと思います。